縦のボール入った。うわダイレクト、うまい、素晴らしい。藤本ループ決まった。前半の45分、25番のベテランの藤本、ソンユンのゴールキーパーその位置を見て見事なループシュートを決めました。ガンバ大阪先制。これが元日本代表の実力。すごいパス回し、ダイレクトからの完璧ですよねこれね。はい、今のプレー、移籍初ゴールが芸術的なゴールになりました。藤本潤吾